きなさ野球選手っているの？誰誰教えて。内川選手。内川選手。僕が子供の時はやっぱり西武が黄金時代でしたんで、やっぱり二遊間の石毛さんと辻さんっていうのは、すごく見てましたし、もう今になってもすごく鮮明に覚えてますんで、やっぱああいう選手になりたいなと思ってずっとやってきてましたけどね。やっぱ僕が子供の頃に、味わったこういう選手になりたいなっていう姿を今の子供たちがそういうふうに思ってくれてるんだなっていうのがすごく嬉しいですし、まあ現にこうやって内川選手みたいになりたいって言ってくれる子供がいるっていうのはね、本当にプロ野球選手としてこんな嬉しいことはないなっていうふうに思いますんで、なかなかそういうこう直にそう思ってくれる子供と目の前で会えるってことはないので、なんかこう喜んでくれると嬉しいなっていうふうに思いますね。ひろきくん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。内川です。びっくりした。びっくりするよね。いや、実はね、ひろきくんがさ、幼稚園の時に、大きくなったらってあれでさ、内川選手みたいになりたいですって言ってくれたでしょ。だから、今日内川選手、ひろきくんに会いたいと思って来ました。今日、内川選手これ、はい。これクライマックスの時にホームラン打って実際に使った手袋です。どうぞ。ありがとうございます。いいえ。なんか硬いな。緊張してんの？あのさ、ねえ、せっかく今日さ、ひろきくんと内川選手一緒にいるからさ、一緒に野球しない？野球しよっかね。カチカチだけど。やっぱ僕らが子供の時に味わった憧れる姿であったりだとか、プロ野球選手ってかっこいいなとかすごいなって思った気持ちを、やっぱり今度は僕らが今の子供たちに見せてあげないといけないというふうに思ってずっとプレーしてきましたし、いくぞ。これまあこういうこう気持ちの受け渡しっていうのが、また今の子供たちがプロ野球選手になった時に、また次の世代の子供たちに、夢を与えてくれるきっかけになると思いますんで。ナイススイング、ありがとうございます。かっこよかった。本当プロ野球選手になる将来な。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おまたな、また会おうな。頑張れよ、頼むぞ。はい。